本番前、海野がやってきて、まあ、終始ね、一人で話すことに恐怖を覚えていたよね。それは、出演することに対してってことね。海のイメージとしては、まあ、俺と高木と海野とコシオ、もう4人がバビちゃんの名虫に従って、せーのでこう話すみたいなイメージだったらしいんだよね。横並びで。そう。うん、それがバビちゃんと海野。まさかのゲスト1人っていう。そう。プラスバブルが来ちゃったみたいな。あんな状況になってるとは思ってなかった。そう、それでなくともね、どうしようかな、出ようかなっていう緊張があったのに。そうだよね。ましてや一人みたいな。いや、すごいよ本当に。それでさ、ああやってさ本番、いきなりさ、すっ、だって軽快に話してたじゃない。うん、本当にね、ギリギリまで、はあ、どうしようっていう感じだったのよ。うん、で、いざ出て行ったら、うん、もう海野さんだから、うん、え、すごっと思って。うん、でもね、私、ちょうどあれだったの。お客さんが入場する頃、うん、入場して、まあ、本番始まる頃には、もうやっぱ人が増えちゃうっていうので、うん、一時的に外してたのね、うん、そこの会場からは、うん。で、また終わりかけの頃に戻ってこようと思って。ちょうど戻ってきた頃が、海野さんのパートが始まる直前ぐらいだったのかな、うんうん、ぐらいだったんだけど、その生現地でさ、こう後ろの方から見てたのよ。うん、そしたらさ、あのどんな風にどんな感じで作ったのみたいな、うん、バブルがさ、うん、聞いてて、うん、でそれを海野さんが答えてたんだけど、うん、そうなんだってバブルが言った瞬間に、うん、わーって驚いてたのが本当に可愛くて可愛いってね、私が言ったら失礼になっちゃうかもしれないんだけれども、まあ、どうしてもね、あのバビちゃんに説明してたからね。そうそうそう、意識がそっちに行っちゃってたのに、いきなりそうなんだ、さすがだわと思って、うん、あれ面白かったよね。面白かった、うん、海野の天然っぽさがね、こうですよね。あれがね、本番に出せるのがすごい、あのまんまが。うん、まあ、海野はね、そういうね、こうポテンシャルが天性の、うん、あるんですよ。ぜひともね、これを機に表に来てほしいけどね。たくさんもっとね、お会いしてお話ししたかったしね。うん、いや面白かった楽しかったね。うん、あれは全然ありだよね。あのバブルンとさ、海野とさ、バビちゃんの三者の会話。うん、だからバブルンチャンネルの方も海野さん出たらいいんじゃないですかねバブルンチャンネル、バビちゃんこれ聞いてたらちょっと画策して企画をしてくださいっつって。そう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 、いや本当面白かったわ。うんうん、まあ次はあれだね、あのいい加減男いい加減男仲良しですね。うん、マー君ね。うん、まあさっき T シャツの話はしたけども、あ、あの愛にあふれる、うん、あいつさ、来た途端にさ、俺と海野が台本開いてチェックしてる時に、うん、あ、してたしてた、バビちゃんかな、バビちゃんが高木さん台本はとかなんか言う問いに対して、あ、大丈夫、全部頭入ってるかっこいい、うん、言ってきて、なんか大物俳優みたいなこと言うな、こいつ田村正和かよみたいなさちょっと悔しいなと思ったんだけど。で、まあ、本番始まったわけだよね。俺と高木のね、出番があって。で、一部として引っ込むじゃない？うんうん。次に、まあ、瀬賀さん。で、俺もちょっと顔出して。ああ、そうだったね。うん。で、また引っ込むじゃない？うん。で、次、高木だよな、みたいな話をしたときに、え？僕、また出るんですか？とか。いや、投資リハーサルされましたよね。全然頭入ってないじゃん、こいつ。と思って。え、だってそれ本番中でしょ？本番中だよ。配信中の楽屋の話でしょ？どこですか？どこで僕出るんですか？っていうから、ちょっと待ってよ、つって。台本バーって、ここだよ、とかつって。ほら、ここでバビちゃんに声かけられるから、これで出てけばいいんだよ。じゃあ、その直後にさ、バビちゃんが、では、もう一度、高木さんを呼びしましょう。まさーんとかつって。危ねえ。ネームプレート持ってダッシュしてったからね。
本当ね、年をこう重ねることにいい加減になってくるよね彼は。そう、うちはあらかじめそのいただいてた台本を全部プリントアウトして、うん、そう現物として持って行ってて、うん、で多分海野さんは PDF でスマホの方に入れてチェックしてたんだよ、うんうん、で高木さんだけ全然そんな素振りがなくて、うん、台本を見てる素振りもなくて、うん、おすごいなって思ってたらあれね、いい解釈をすればだよ、まあ石川に聞かれたことを話せばいいかっていうのがパターン1、うんね、でも本当は忘れちってっていうのを頭に入れといたっていうことにしたんじゃないかなと。彼は実は忘れちゃった。わからんわからん、本人おられないからここに。いや俺は長い付き合いからそう睨んでる。そう思ってるって。違ったら高木さん教えてください反論してくださいね。本当もうね、面白いよね。残念だったな、痛かったなその現場に。うん、あとね、そうバビちゃんの粋な計らい、うん、っていうのがあって、なんかねこう結構まあ終わりの頃いきなりね、小倉さんも YouTube でラジオやられてますよねって話をそう持ち出してきて振ってくれたんだよね。そうあれね、あの全然台本なくて、うんうんうん、なかったなかった、うん、で俺もさアーカイブ見直してて、俺もよく平気で喋ってるよなと思ったんだけど全く顔に出さないんだね俺ね。ナチュラルに言ってたよ、こんなことやってますんでっつって。すっごいびっくりしてたの実はおっとなんだこれとアドリブじゃねえかと思って。多分バビちゃんとしては、うん、結構飛ばしてるから、さっきも話したように台本をバーって飛ばしてて、細かい事柄をすっ飛ばしていってるんで、その細かな情報、各ゲームの細かな情報については俺の方でやってると。もうすでにね、ダライアス関係とか、うん、ギャラストとか、うん、忍者ウォリアーズのミュージックビデオとか、うん、そういうのについてはラジオで配信してるから、それを聞いてもらえればいいんじゃないかと。ああ、もう本人が直接話してるからっていうことでね、うん、そう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 、うん、そういうこう判断もあって、うん、あと俺うちのね宣伝にもなるから、うん、ふっと小倉さんも YouTube でラジオやってますよねっていう話が振られて、で俺は当然のように、うん、ええ、まあくだらないんですけどねみたいな内心ドキドキだった。台本にね何話していいんだよみたいなさマジシャンとかコメントされちゃってねそうマジシャン OGR とか書かれちゃって。いやあれね、だからいなかったから私は、うん、席を外してたので、うん、アーカイブの方で見て、うん、超嬉しくて、うん、本当にありがとうございますと思って、うん、いやびっくりしたんだよね実はあの時ね本当お国にも出さなかったねその様を。そう今の今までそんなの知らなかったよ。そうなんだよでね、まああれ全体通してそうなんだけど、うん、バビちゃんはね俺をコントロールする術をねいつの間にか身につけてるよ。いかに本音を話させるかっていうね技を身につけてるよ。まったくよ、俺すぐちょいちょい手のひらの上で転がされちゃうからさ参っちゃうんだよね。そうだからね、でぶっちゃけトークになっちゃって、でもこっちもね本当はぶっちゃけた方が楽なんだよね。うん、うん、なんか着飾った言葉で流すんじゃなくて、ね、
そう言っていいんだったらいいんだったらね、うん、こっちはこっちほら台東さんの商品に関わることだからとか、うん、やっぱり神経使うわけじゃない、うんうん、そこをパスンとタコの糸を切ってくれると俺は自由に羽ばたけるので思ったこと言っちゃっていいんですよっつってね絶対誘発作戦だよあれなそれでその瞬間に古川さんがね音帯吠えるってどういうコンビネーションだよっていうねコメントの方でね支援してくださってるってい う, そう後方支援古川みたいな、うん、怖い怖い私は地上からそのタコを眺めながらあーどこ行っちゃうんだろううちのパパそ, うそれでねあ申し訳なかったなと思ったのは、うん、見直してて30周年ライブやったじゃないリファの時、うんうん、30周年ライブに久々にズンタタライブに参加してみてどうですかっていう問いに対していやまあズンタタだなって思いましたみたいな結構冷めた返事をしてたんだけど、うん、実はそうじゃなくてねあ言おうとしてたことがあったそうあれ俺忘れてたじゃんと思ってすっぽり抜けちゃったんだけどあのねリハーサルを初めて町田のスタジオかな、うん、どっかでやった時にめちゃくちゃ楽しかったのよ、うん、なんでかっていうともうなんていうの利害がない何にも利害がないそうだねうんで俺は何にも気を使う必要がない、うん、自分に当てがわれた楽曲を弾けばいいだけじゃない、うん、だから、ね、すっごい気楽でいやこんなに楽しいんじゃんみたいな純粋に楽しいことをしたいって言って集まって、うんうん、ライブのために練習するっていう相方を、うん、初めてしたってことだよねライブ、うん、そうだよね、うん、だからまあバービーちゃんは大変だと思うよ、うん、制作側はね、うんうん、だけどその参加する OB たちにとってはこんなに楽しいものはないっていう、うん、楽しそうだったもん、うん、本番も含めてそういやだからそれをね言ってなかったなと思ってあそれを言いたかったんだそう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 、うん、うっかりしちゃったなっていうねまあ本番なんでね多少なりはやっぱり緊張してるわけですよまあね時間のこともいろいろ考えちゃうしねそう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 だってさあのさディファのさライブの日、うん、私もさ観客席の方で見させてもらってさ、うん、高木さんにさドッキリ仕掛けたんだよねそうもう高木がセイパパ娘とそれこそ小学校1年生、うん、1、2年生ぐらいだと思うだよね、うん、そのくらいを最後にも会ってなくてでまあちょっとドッキリ仕掛けようぜっつって、うん、大人になったセイパパ娘が高木にサインを求めていくという状況を、ね、そう、うん、状況を作り上げてで俺はねその時 iPhone で動画を回してたんだよね、うん、その様子を撮りたくて外にうまく連れ出して高木を、うん、でそこの後ろ姿からうちのセイパー娘がすいませんって言ってあのマーさんですかって言ってめっちゃにやけた面して振り返っていやー嬉しいなーみたいなサインいただいてもよろしいですかって言ってファンなんですって言ってそれでご機嫌でサイン書いてでその時に自分の名前書いてもらえませんかってそしたらキョトンとした顔してこっちを見てまず俺の方を見てえって言ってねもう大笑いだよね、うん、私とパパはそうその時のねビデオが撮れてればよかったのにあのオンになってなかったんだよねレックにね撮れてなかったんだよね、うん、そう惜しかったなあれ惜しかったな本当にでちっちゃい頃、うん、その高木さんと遊んでもらってた頃に、うん、一緒に四つ葉のクローバーを見つけたの、うん、なんてメルヘンな遊び、うん、公園で見つけて、うん、それを押し花みたいにして、うん、そこに高木さんが日付と、うん、素敵な女性になりますようにって書いてくれて、うん、それを私ずっと大事に持ってるんだけども、うん、それがすごい印象にあったから、うん、いつもそうやって書いてくれてたんですよねっていう話をしたら、うん、そのサインのところに素敵な女性になったねって書いてくれたのよ、うんうん、今度は漢字間違えてなかった間違えてなかったと思うあそうよかったその当時ねあの素敵の敵がちょっと違ったっていう今度は合ってましたまあ面白かったよあれはね本当にうんそうねいろいろ面白かった30周年ライブうん、うん
最初タマちゃんが弾いて、でタマちゃんがね弾き終わったらハイタッチタマちゃんとしたからね。へーみたいな感じで。ノリノリだったよね。ノリノリだったからね。そうだよ、だってドクターハギーもいらっしゃったんだもんね。ドクターハギーね、あいつはどうでもいいんだけどさ。どうでもよくない。あいつはもうね、俺のプリセットどうしてくれるんだみたいな。機材トラブルがね発生してしまったから。絶対ね、あれね、衝撃もあったかもしんないし、バーンってなっちゃって、うんうん、もしくはねボタンの押し間違い、あ、切り替えて下がるさ、うん、はずが、そう、違う音になっちゃって、うん、出なくなっちゃったっていうねことがありました。そう、もう一個ね、訂正っていうか、訂正じゃないんだよな、俺の勘違い、うん、あ、なんでこいつらはこんな反応するんだろうって思った部分があったのよ、本番中に、うん、バビちゃんとさ、高木がさ、いや、俺裏方好きなんだよねっていう話した時に言ってた、うん、みたいな、お客さんの中にもみたいな。どういうことと思ったんだけど、うんうん、完全アウェーになっちゃって、うん、なんでと思って、俺裏方好きだよと思って一生懸命言ってたんだけど、裏方のね意味を俺が取り違えてたんだよ、勘違いしてて、俺別の意味の裏方なの。で、音屋なんて裏方じゃん。あ、そうね、そっちの意味での裏方なのよ。あ、彼らが言う裏方はローディーとかさ、うん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 、ね、荷物運びとか表舞台のスタッフさん、うん、そう、うん、そっちだから、うん、俺がそっちが好きだっていうのがあまりにも嘘っぽくて、あんなど真ん中に座っててね裏方が好きだって言われたって、そりゃみんなってなるよね。だから高木なんかもうちょっと早く言ってほしかったなとかなんか言ってたけどそりゃそうだよなと。そう、あれは俺の勘違いで、大きな物事に対して裏方が好き、うん、裏方が好き、それすなわち音屋であると、うん、そう、あとドラマのねアイデア原案作ったりとか、そういうのが好きだというお話です。なるほど。